はい、皆さんこんにちは。8月8日、8日ですね、月曜日なんですけれども、明日ですね、大谷さんが投げるため、急遽休みになったそうでございます。大谷さんが休むから、これはね、相手のチームあれだから負けるんじゃないかなと思っていたらですね、なんと1対0で勝ちましたよ、皆さん。いや、エンジェルスも強いですね。それがね、これ見てみたらね、オークランドエイズと今日今やってますでしょ。で、オークランドエイズがね、この、まあ、ヒューストンがですね、ナンバーワンでこうやって3位、まあ、4位なんですよ、エンジェルス。その下なんですよね。だからって言って、まあ、もちろんやってみないとわかんないんですけれども、まあ、1対0でできましたね。ピッチャーも良かったし、今日はね、そういう感じでございます。まあ明日ね、大谷さんのピッチングを楽しみしております。ということで、まあそういう話も含めてですね、いろんな他の情報も入れて、全部このコーナーでやらせていただきたいと思っております。まずはですね、これですね。大谷さんは怒ってるのかななんて怒っているようなんですけれども、大谷さんがですね、私はゲームを負けるのをうんざりだということ言ってるんだね。それはね、この I am sick of losing というね、日本語で言うとこういう意味なんですけどね。私はもう負けるのをうんざりでございますって言ってるんですね。そのうんざりで、まあ日本の放送でしたかな。これ英語なんですけど、まあそんな感じで。じゃあですね、どのようなことを言ってるのか、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、この辺から始まりましょう。では、さくらちゃん、呼んでください。日本語お願いします。ロサンゼルスエンゼルスの MLB トレード期限はかなり静かでしたが、フランチャイズを変更しリーグを変更する動きがあった可能性がありました、うん、エンジェルスの二刀流スターである大谷翔平はフランチャイズが他のチームに2021年のアメリカンリーグ MVP のオファーを聞いていると伝えたため、トレードの噂の対象でした、うん、オーナーのアルテ・モレノはトレードの申し出さえ聞きたくなかったと伝えられているため、大谷は締め切りに間に合わなかった、しかし噂の中で彼はエンジェルスを去る可能性について必ずしも動揺しているようには聞こえませんでした、彼の最近のコメントもあまり心強いものではありません、困ったもんだね。じゃあね、ちょっと次行きましょう。はい、お願いします。さくらちゃん、シーズン序盤に勝っていた時とは状況が違う。それが私たちが売り手になった理由です、もちろんチームとしてポストシーズンを目指していた時のような高い士気でプレーし続けることはできません。エンジェルスの士気はかつてないほど低下しているように聞こえます、大谷翔平がやる気を維持するのは難しいと認めているという事実は、特に彼のロサンゼルスでの将来が疑問視されていることでパニックの原因となっています、2018年シーズン前にエンゼルスと契約した大谷は大リーグでの勝利シーズンをまだ経験していない、今年は今までで一番痛かったです、約1ヶ月のプレーの後、エンゼルスは部門で1位になりました。エンゼルスは大谷とマイク・トラウトが勢いを増し始め、ついにポストシーズンに突入した。その後クラブは MLB のトレードデッドラインで売却することになりました。エンゼルスは彼らがすぐに勝ち始めることを望んでいます。さもなければ大谷翔平がドアから出ていくでしょうこれ英語を日本語にするとドアから出ていくでしょう。まあとにかくチームを去っていくだろうという言い方してるんですね。いや、それはそうですよね。やっぱりね、ヒリヒリした9月を過ごしたい、そして勝ちたいね。もうこのチームはもう負ければっかりからうんざりだっていうことなんですね。まあはっきりものことを言って、いや聞いてないですけど、そのような、まあ、情報がね、 MLB のねこういうので入っております。じゃあ次はこれですね。これは大谷翔平にアクシデント、あ、昨日ねアクシデントがありましたね。この情報もちょっと聞いていただきましょうか。じゃあ桜井さんお願いします。大谷翔平にアクシデント、相手左腕と交錯、
足踏まれ苦悶の表情を浮かべる、うん、足を気にする素振りを見せていた第二打席は空振り三振。大谷翔平なら空振りも絵になる。なるほどね、空振りも絵になるっていうことでございますけどね、次の情報はどのようなものでございましょうかね。じゃあこれもちょっと大きくしていきましょうかね。ではさくらちゃんお願いします。エンゼルスの大谷翔平投手をアクシデントが襲った、うん、7日日本時間8日に行われたマリナーズ戦、3回の第2打席の直前に相手先発のゴンザレスと本塁ベース後方で交錯、足を痛めたようで苦悶の表情を浮かべた。3回1死2塁でウォードの打球は左前安打に。二塁走者のゴセリンが三塁を蹴ると、大谷はスライディングの指示を出すために、本塁後方へと進んだ。ここでベースカバーのために走ってきたゴンザレスと交錯。足を踏まれたのか、大谷は苦悶の表情。ゴンザレスもバランスを崩してその場に転倒した。いや、足踏まれた。足を引きずりながらも打席に立った大谷だったが、第二打席は空振り三振に。一球ごとに足を気にする素振りも見せており、状態が気になるところだ。その後の打席で見事アポにヒットを打った。大谷がエンゼルスを背負っている姿は素晴らしい絵になっている。もうとにかくね、レンドもいない。それからね、マイク・トラウトもいない。本当にどうしてくれるんだ、大谷さんが背負って頑張ってるのよ。ただし皆さんね、分かっていただきたいんですけど、大谷さんのね、素晴らしい姿がね、もう非常に感謝、アメリカ人も感謝しております。というのはね、見ていただきますように、テイラー・ワードにしても、マイク・トラウトにしてもね、それから、他の人、長い、テイラー・ワードはそうでもないんですけど、長い契約の方はね、ちょっとでも痛くなったら、俺は休むぞって、お金はもらえるわけだからね、マイク・トラウトにしてもね、レンドにしても、もうレンドはね、手術したあれですけど、マイク・トラウトもね、やっぱりね、今、最近はね、子供を、ね、ベッカムにもう、ザーってしてるからね、少しでも休んで、奥様と一緒にいた方がいいということなんでしょうけどね。まあ、我々を、やっぱりファンとしてはね、あんなめちゃくちゃどんどん負けていくね、あれは。じゃあ今は元気でもね、来年はもういなくなるからね、大谷さんは。ドアから出ていくから、そういう人はどうしてくれるんだ、大谷なんだっけ、マイク・トラウトはもう出られないからね、長い契約してるわけだからね。それでね、これね、ちょっと今はもう、あちこちに物があるんですよね。ここちょっと簡単に説明しますとね、ここでわかりやすいですよね。このピッチャーがですね、大谷さんがここにいるんですよね。で、ピッチャーが投げて、ヒットだったから、この人がガーッと下がってきて、で、こっちからここに行こうとしたんですよね。で、大谷さんもここを行ったでしょ。で、大谷さんもここから来て指示出すために行ったんですけど、この辺で交差したんですよね。その辺で足踏んだんですよ。でも彼がね、足踏んだのも見えない。まあちょっと、これね、ここからちょっと2つ見せましょうね。これちょっと行きましょうかね。はい。ほら、俺、ここで交錯したのよ。ここ、ほら、もう足をほら、一生懸命ほら、痛いってしてますからね。もう一回見ましょうかね。このね、そうですね。まあこれですね。ここにね、ここですね。ちょっとね、ちょっと皆さんね、ちょっとね、このピッチャーがですね、ほら、ピッチャーはね、ここから、ピッチャーはね、この辺からもう出てきて、こういう回っていこうとしたんですよね。一塁はここに来てるから、ピッチャーみたいなんですけど、それでまあ、こうゆっくり行くと、これですね、これ、大谷さんがここから来てるでしょ。で、この人もね、このピッチャーも後ろ見ながら来てる。大谷さんも向こうしか見てない。こうかって言って。で、彼をね、見てはいたんだろうけど、まさか足を踏んでくれると思わなかったから。だからこれほら見て。ここ。で、ゴスリンはこの辺からね。ゴスリンはこの辺からも来てます。で、ボールもこの辺に来て近づいてますからね。この辺で躊躇しなかったらセーフだったかもしれないんですけどね。それでまあこれ見て、ここなんですよね。ここ。あ、だからこっち下がっちゃったから、そのまま行けばよかったんだけど、下がったから大谷さんも向こうばっかり見てるから、大谷さんもほらもうここで、
ほら、もう完全にこの足踏んでるじゃないですか、ここ。踏んで、まあ、あまりにも早すぎたから、ほら、もう行って、たた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 た、ほら、もう踏んだ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 。で、彼もね、踏んだから、まさか足、何かあると思わなかったから、彼も倒れちゃったんですけど、大谷さんはもうほら、びっこいてんじゃないんだけど、足ほら、で、行って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 、と言っております。はい、ということでございましたね。で、これもちょっと見ていただきましょうね。これもね。これもゆっくりなんですけど、ほら。これわかりやすいよね。これ、ああ、これぶつけた。こっちの方がわかりやすいね。ちょっと画面が大きいね。あのね、この辺で、大谷、まあこれ、わかる。この辺で、ね、ちょっと見てみて。はい、行きます、行きます、行きます。で、大谷さん、ここに来てます。ね、ここ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 。もう完全にこの足でね、振ってますね。足で踏んでます。踏んだ、踏んだ、踏んだ。それで大谷さんが、まあ、痛い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 、言ってますって言ってますね。はい。こんな感じでございます。工作したところをね、今まで見れなかったんですけど、なんか映像、なんと言いますか、空からのね、なんか映像があったみたいで、衛星っていうんですかね。その映像がね、あったんで、それでこういう、こうやってぶつかったよっていうことなんですけどね。まあ、大谷さん元気になって、明日元気よくね、この画面を、なんと言いますか、やってもらいたいと思ってるんですけどね。ということで、今日は8月8日、これは行きましょう。ここからですね。はい、どうぞお願いします。明日投げますからね、大谷さんはね。綺麗だねー。はい、生放送でございます。オークランドエイズとエンジェルスの今日の試合でございます。ピッチャーはスワレス、ね、これも綺麗ですね。はい、ということでございます。それでですね、皆さん、今日はね、ルイス・レンギーフォーがですね、ホームラン打ったんですよ、1回に。それだけです。他はまあ、1つか2つヒットを打ってるんだけど、それだけで、相手は2ヒットしかないんで、だからもうずーっとそれで来て、最後まで、まあ、抑えて、1対0で勝ちました。で、それをね、この流れをちょっと見たいんだけど、これはちょっとその前の映像ですからね、大谷さんの。はい。はい。あ、これじゃない。こちらかな。これですね。ごめんなさい。これですね。はい。どうぞ。これは前の映像ですよ。5月22日のことです。ね。こうやって打ちましたよって言って話だけしてる。で、これは今現在のゲームになってます。普通は大谷さんがここにいるはずなんですけど、今いない。ほら、ここにね、大谷さんはいないですよね。最後まで出てくると思ったら来なかったんですね。素晴らしい。ホームラン。はい、ということで、このホームランで今日はゲーム勝ちました。で、最後の部分ですけど、これですね。やっぱり、彼がね、一番こう、称えられてるという、最後のね、勝ちました、勝ちましたっていうことで、元気でやっております。はい。1-0。1-0、ファイナルね、1対0ということでございます。まあ、ここで見ていただきましたように、エンジェルスが1ですね。ここですね。エンジェルが1で、相手が0。まあ、ここで分かりますね。エンジェルスが 1回で1点取って、あとずっと0。で、これ1対0ということでございます。でですね、このホセ・スワレスがですね、まあ、ここもそうですけど、まあ、フレッチャーも2ヒット打ってるんだけど、ワードも1点だけど、レンギフォのね、ホームランで1点入ったきりでございます。それ以外はね、まあ、いいところまで行ったんだけど、次点数が入らなかったということでございます。で、ピッチャーがですね、7回投げて、ホセ・スワレスが投げないで、2ヒット、たったの2ヒット。で、バーベキューが2個、8、三振を取っております。まあ、大谷さんほど10回とか12回三振じゃないんだけど、まあ、この事情で8回、あれ取って、7回まで投げたっていうのは素晴らしいもんで、このループですね、ループが1イニング投げて、テペラが今日は、セーブしました。ということで、
まあ1対0ということでございます。顔グループはこちらですね。はい、今日のメンバーはあのクレイ、私は大谷さんを入れてるんですけど、大谷さん今日休みでね、最後にでも彼は元気ですよとっていうのは明日あのもしかすると負けてたら出てきたかもしれないんですけど、代打ででも出てきませんでした。ずっと勝ってたからということでございますね。でここで47勝になりますね。今日で勝ってね、63敗ということでございます。それ以外はね、もうあの言うことはありません。大谷さんは今日はねここで休みだったんだね、8日、ここは大谷さんが休みで、で明日投げますから、ここですね、ここ投げますんでね、でこれを楽しみしてあげると思っておりますということでございます。はい、じゃあここでですね、皆さんにさよならしたいと思います。はい、そういうわけで、そういうわけで See you later alligator See you later alligator。 それでは皆様また明日大谷さんのピッチングを頑張れ大谷という感じで見せて、お目にかかります。